え、こんにちは、こんばんは。月虫昆虫クラブ、10日最終編です。月虫のメンバーの翔太とチッピーです。今回は夏がやってきたということで、試しの10日採取を山でやっていきたいと思います。じゃあ今から行ってみましょうか。はい、はい、せーの、行ってみよう。聞いてない。はい、ということで、もう山に来て仕掛けました。たくさんいっぱい昆虫が来ているので、早速見ていきましょう。女の子、うん、あれだよね、あの触覚がさ、うん、細いのが女の子だよね。そう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 、ね、昨日の海沢も女の子だよ、ね、あれミントちゃんだよね、ミントちゃん。チョコミントチョコチップミント。ほら、ミントちゃん、見える？ミントちゃん。でっかいの。あ、痛い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 。でっかいの。でっかいの。かわいい。かわいいよ。見えてないよ。あ、なんか。かわいい。うん、カナム。カナム。何？カナムじゃないよ。桜子金ですね。桜子金。全然つんない。あ、当たった当たった。桜子金。え、これ桜？うん、桜だよ。これ両方桜。あ、マジで？うん、なんか光ってて反射してるから。そうそうそう。痛い痛い痛い。めっちゃスズメガが。攻撃してくる。あ、上海本いるね。黄色上海がいるね。上海本映ってないわ。全然映ってない。どこ？ちょっと、ちょっと、ここ、ここ、ほら、あ、いたいたいた。肉食の昆虫だね。戦闘力高いんです。そう、戦闘力高い。さあさあ、周りにいっぱい落ちてるよ。あ、桜コガネ。桜コガネがいっぱいいる。あ、ほんとだ。出てた、この子、この子。誰？この子、なんか、紙切りにむ…あ、感じ。あ、こっち？紙切りにむ…あ、感じ。あ、こっち？紙切り虫でしょ？いや、それがね、紙切り虫じゃないんだよね。うん、あ、違う？何これ？青紙切りもどきっていうやつなんだけど、うん、毒持ってて毒持ってて…痛い、苦い系、痛い系？痛い系なんよ。痛い系？マジで？手がもう、うん、痛いくらいかぶれちゃう毒持ってるから。あ、じゃあかぶれんのは嫌ね。なんかね、これは気をつけてほしい、うん、じゃあ気をつけようね。かわいい。あ、踏んじゃう踏んじゃう踏んじゃう。やだ。あ、いた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 。出よう。なにこれ、なにこれ、これクワガタじゃないん。なにこれ、これね、うん、触覚短いけどカミキリムシなんさ。あ、マジで。そう、黒カミキリっていうを、結構ね、クワガタと間違えられる種類だからね。じゃあ、あれだ、小学校の子も絶対そう、間違える、うん。ミントちゃんが可愛いよ。来た来た。セマダラコガネだね。セマダラコガネちゃん。マジよく出てくるな。セマダラちゃん。いいね、セマダラちゃん。いや、画質荒い。あ、ここにコイチャコガネがいる。コイチャ。芝生とかよくあるところに。あ、どんな芝。コイチャちゃん。みんなかにも入ったことある、うん、食べちゃう。あ、食べはしないかな。あ、これダメだ、チッピーの後半だよ。ダメだよ。襲撃を受けて、襲撃を。緑のチョウチョウが、アドベチスとしちゃった。おいおい取るだよ。あ、絶対頭いくつい。なんかね、あそこにね、うるさいのに。ほら、ほら、ほら、なんか来たよ、ほら。あ、来たよ。あ、来たよ、来たよ。あ、クワガタ来た。どうぞ、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 どうミヤマのオスだね。あ、ミヤマ。ミヤマだ、ミヤマ。ちっちゃいミヤマ。ちっちゃい。ちっちゃいミヤマ。でも来たの。可愛い。めっちゃ可愛い。ちっちゃ。この子可愛い。可愛い。くっつけた。おお、いいね、いいね。いい感じ。いい感じ。いい感じ。ミヤマ来た。ここにもいる、ほら。メス。メス、メス。メス、メス、メス。なんだ、なんだ。
コクワのメスだね。コクワのメス。この子もつけとこう。うん、つけとこう。いいね。でも取っていきたいな。もう調査系とかのさ、うん、授業受けてたからさ、うん、結局さ締めてさ取ってきてさ標本作るからさ。カメムシ来たよ。メメちゃん。カメムシメメちゃんっていう。あ、メメちゃんだよね。メメちゃん。メメちゃんはね、そう、刺激を与える属性。刺激を与えないようにしてるんですかね。これ後で編集するときにしてたの。まず撮ってるあれ。やべえな。めめちゃん、めめちゃん。めめちゃん。あ、いたいたいた。二筋一人。何？あ、ウルトラマンいた。二筋一人。一人で来たよ。うん、イエーイ。あ、またでっかいの来た。あ、これブドウスズメじゃない？あ、ブドウスズメ。うん。あ、動画撮らねえ。大丈夫。動画撮らねえ。でっかいのいいな。あれが来ない。クッさんが来ない。めっちゃ響くよ、ここ。クッさんって平地じゃないの？平地？じゃあ山来ねんかな。お前、クッさん、クッさんが欲しい。クッさんが欲しい。クッさん欲しいよ。クッさんが。お腹減った。夜も早かった。まあ、ちっちゃいからね。多分ね、でっかいやつとかだと。もうちょい後なんじゃないかな。だって今8時45だ。10回の来るのね、多分10時ぐらいで。そうなんや。クスさんじゃないとさ、スズメだって暴れるから服につけられない。100匹くらい来た時あったんですよ。マジで。あ、スズメがね、何匹くらいかな。8匹来て、マジでガチで100匹来た時、ここが全部丸くらい。その時はもう体中についてた。体に当たるからめっちゃ痛い。思考だって強いじゃん。スピードあるから。なんか痛い。痛いだからおでこに当たるなって。